先ほどみたいに皮の表面をさささと拭くだけです。こういうキープするもの、ぐっと押し込んでもらう。アクセスチャンネルをご覧の皆様こんにちは。 GMT ファクトリーのレーザーケア担当の富ヶ氏です。本日はシューズの正しい保管方法ということで、キーパーのご紹介だったりとか、湿気が強い時期、カビを生やさないようにどうやって保管するかご紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあまず最初に保管をする前に表面のホコリを落としていきます。馬毛のブラシをご用意いただいて、表面をささっとで構いませんのでホコリを落とします。もちろん両足やっていきます。こんな感じですね。もう本当5秒10秒ぐらいでささっとで大丈夫です。はい、こんな感じです。次に汚れ落としをします。やっぱり普段使ってる靴、地面が近い場所にあるのでホコリがついたり汚れがついたり絶対していると思います。そちらを専用の汚れ落としを使って表面の汚れを落としていきます。こんな感じですね。布につけていただいた汚れ落としで表面の汚れを落とします。で、実はですね、この汚れ落としも殺菌効果があります。一応もうこれだけでカビの予防になりますので、面倒くさがらずにぜひここはやっていただきたいポイントでもあります。忘れちゃいけないのがこういう小刃周りですね。結構表面はやられる方多いんですけど、ソールのここ小刃って言うんですけど、こういうところの面もしっかり汚れを落としながらカビ菌を除去していってあげてほしいです。で、ソールの裏側も軽くで構わないので、できれば拭いてあげるといいかなと思います。こんな感じですね。はい、外の汚れを落とし終わりました。で、一番忘れがちなというか、皆さんあまり意識しないんですが、こちらの靴の中ですね、もぜひ汚れ落としというか殺菌をしていただきたいです。靴下を履いて靴履いていたとしてもですね、中にやっぱり、靴下の繊維だったりとかホコリだったりとかが溜まっていることが多いので、さっきの汚れ落としで構いません。少し少なめにしていただいて、ソールを強くじゃなくていいです、軽く擦るような形でよいしょ拭き取ってあげてください。こんな感じですね。結構やっぱり中の汚れもついているので、これやってあげるだけでもカビの発生率だったりとか匂いの発生も抑えられます。ここで消臭スプレーお持ちの方は消臭スプレーを拭いていただけるとよりいいかなと思います。内外汚れ落とし殺菌が終わりましたら、シューキーパーを入れて保管をしていきます。僕のおすすめはここでクリーム入れたりとかしないのかなとか、保湿しないのっていう方いらっしゃるんですけど、保湿をするとそれが原因でカビが生えてしまうことがあります。ですので、特にそこはクリーム入れはせずに、もうキーパーを入れてそのまましまっていただく方がいいかなと思います。気をつけなきゃいけないところが一点あります。シューキーパー多分いろいろこう種類があると思うんですが、こんなのとかこんなのから結構しっかりしたこういうものまであるんですけれども、長期保管に向かないシューキーパーがあるんですが、そちらからご案内していくと、こういうかかとがちっちゃいタイプですね。で、こういうものってだいたいフリーサイズになってますので、皆さん手軽に、まあ、お安いんで手に取りやすいんですが、これ入れるとちょっとどうなるか見てみましょうか。よいしょ。こう入れた後にかかとをこうグイーンとやるんですが、わかりますか？このバネの強さでかかとがちょっとこうとんがっちゃうんですよね。で、このまま長期保管するともうかかとの形が崩れてしまうので、正直このまま保管すると靴のキープ形をキープするというよりは変形させてしまう原因になるので、
長く保管するときにこちらを使っていただくのはお勧めしません。ケアをするときにこの履き地を伸ばすっていうのの短時間のご利用ではいいんですが、保管方法にはやっぱり向いていません。同じ理由でちょっと形が違うんですけど、これもかかとが細いものになるので、こういったものもあんまりおすすめができないです。じゃあどうすればいいのっていうか、どういうシューキーパーを選べばいいのかっていうところなんですが、こういう感じのかかとがしっかりと幅があるものを選んでいただけるといいかなと思います。こんな感じですね。こうか、こんな感じ。はい、かかとがあるキーパーに関しては、こういうところにサイズが書いてあるんですけど、サイズが分かれているものが多いです。合ってないやっぱりサイズのものを入れてしまうと、どうしても先ほど言った型崩れの原因にもなってしまいますので、サイズのしっかり合っているものを選んでいきたいと思うんですが、ちょっと入れてみますね。こう入れてみて、あまりにも簡単に入ってしまうものだったり、入れた後にここが分かります、こうペコペコしてすごいスペースが空いているなっていうのが分かるようなものは、サイズがやっぱりちっちゃいので、もう少し大きめのサイズを選んでいただいた方がいいと思います。逆にあんまりにも大きすぎると、よいしょ、もうそもそも入らないので、これもやめた方がいいですね。ジャストで入るものに関しては、こうスポッと中まで行った後、少しですね力を入れて入るような形のもので、先ほど空いてたスペースもほとんどここだとないような感じで、しっかり貼るようなものを選んでください。同じようにキーパーの種類でも、スポンジタイプのものもあったりします。そっちはこういう感じのやつですね。これはかかとは しっかりしてて、前がスポンジなので、特にサイズとかはありません。もうそのまま気にせずスポット入れていただいて保管をしていただければいいかなと思います。今回ちょっとこのスポンジタイプのものを両足に入れて、続きの保管の方法をご案内します。よいしょ、こんな感じですかね。保管方法なんですけど、皆様結構よくある質問が、どこに保管をしたらいいのか、箱保管をするのか下駄箱の方がいいのかっていうのでご相談をいただくことがあります。しまう場所は箱保管だと、どうしても空気の循環がないので、カビが生えたり臭い菌が発生するリスクがあります。ですので、できれば下駄箱とか通気性のいい場所に保管をしてください。でその際に、日本の気候で一番注意をしなきゃいけないのがもうカビです。カビは湿度が高いと絶対生えてきます。ですので、除湿剤を入れて通気性のいい場所に保管をしていただくっていうのがベストです。靴を買われた時にこういうシューズバッグついてくることあると思います。もしこういうバッグがある場合は、しっかり靴を中に入れていただいて、この状態で構わないので下駄箱に置いておいてください。もしここに紐がある場合は壁にかけていただいても構いません。とにかく密閉をしない、通気性がいいところに除湿剤と一緒に置いておくということを心がけていただけると、革の状態をいい状態のまま長期保管が可能です。で、布に入れる理由というか、なんで入れるのかっていうと、やっぱりこう保管しているときにホコリがついたりって、そういうのを防ぐ効果があります。あとですね、靴同士が、例えば白い靴と黒い靴が長時間、例えばこうやってくっついていた場合、意外にこのまま保管しておくと、湿気で黒い染料が白い方に染み込む場合があります。これはエナメルの靴でも起こりますし、通常のこういうスムースレザー、こういうレザーでも起こります。なので布を1枚さっきみたいにかませてあげることで、色移りを防ぐことにもなります。じゃあ色移りをさせないために、ビニールに入れて保管するのはどうですかっていう方もいらっしゃるんですが、ビニール保管してしまうと
湿気がそのまま溜まってしまったり空気の循環がなくなってしまうので皮の臭い菌の発生につながってしまったりとか、カビの発生につながってしまったりするのでビニール保管は絶対に NG です。一応これが基本の、靴の保管方法になります。次にカビ対策についてなんですけれども、最初の汚れ落としの時にこういう革用の除菌スプレーと除菌シートになるんですけど、こういったもので あらかじめカビ菌をもう根っこから除去しておくとカビの発生を抑えられます。実際にちょっと実演してみます。カビシートの方はもうウェットティッシュと同じ感じでこんな感じです。これを1枚出していただいて、もう先ほどみたいに皮の表面をさささと拭くだけです。これめちゃくちゃ簡単なんですよ。でこれ靴だけじゃなくってバッグとかウェアにも使えるので、レザー製品のカビ予防だったりとかちょっとカビが生えちゃったなとかっていう場合はもうこれで拭くだけでおしまいなので、ぜひぜひもしカビに困ったことがあるぞっていう方は使ってみていただけるといいと思います。しかもこれ使い捨てなんで、もう汚れちゃうかもとかそういうの考えずにソールのガンガン土踏むところとかも拭いていただいて、使い終わったらもうこれそのまま捨てちゃうだけなので非常に便利です。で逆にこっち、これミストタイプですね。ミストタイプはさっきの汚れ落としの後にこうスプレーするだけです。スプレーをしていただいてこんな感じで、まあソールもしっかりスプレーしていただいたら、まあ、布で軽く拭き取ってください。ゴシゴシじゃなくて大丈夫です。本当に軽く、なんとなくこう水分がすごく乗っちゃったなのところを拭き取っていただければそれで大丈夫です。こんな感じですね、はい、カビ対策は専用のこういう汚れ落としだったり除菌スプレーだったりもあるんですが、やっぱり湿度を下げるっていうのが一番大事です。なので、除湿剤を一緒に、保管場所に入れておいていただくっていうのが大事かなと。で、一度カビが生えた場所に関しては下駄箱自体にカビ菌がいる場合があるので、靴の殺菌だけじゃなくって保管場所の殺菌もしていただけるといいと思います。と先ほど紹介したこういうシューキーパーが入らないようなこういった女性もののパンプスですね、あとヒールがすごく高いものだったりとか、あとはブーツ、シャフトの長いブーツだったりは、これ紙単純に丸めたものです。新聞紙とかでも構いません。紙ってしっかり湿気を吸ってくれて乾燥した場合は湿気を出してくれるんで意外に優れものなんですよ。なのでもう昔ながらの方法で申し訳ないんですけど、新聞紙何でもいいです。こうギュッと丸めて、ポイントはこうパンプスってつま先いろんな形があると思うんです。この形にできるだけ近い形を作っていただいて、グッとこうグッと押し込んでもらう。よいしょ。でそうするとですね、こんな感じでここのシワの深さが変わってると思います。こんな感じですね。シワがしっかり伸びるようにグッと入れてあげてください。もうこれだけで大丈夫です。ただ一点注意しなければいけないのが、3ヶ月ぐらい保管したらこれ捨てて新しいのに変えてください。再利用しないようにできれば1月ぐらいで交換できればいいんですけど、めんどくさい方は最低でも3ヶ月に1回はこの中の紙は捨ててください。やっぱり履いてたりずっと使ってると、その何回も言うんですけど、カビの菌だったりとかそういろんな菌がついてる場合があります。
なので同じようにこれ使ってるとここで繁殖したものがこっち側に移っちゃうことがあるので、定期的に処分して新しく紙を詰めるようなことを心がけてください。ロングブーツの保管方法なんですけれども、同じようにここに紙か何かを入れてシワをできるだけ伸ばしてください。でその後、販売されているこういうシャフトフォーマーとか、こう筒の部分、シャフトっていうんですけど、それがクタッとならないようにこういうキープするものも販売されてますので、そちらを差し込んでできるだけこういう筒の部分がですね、へにょっと折れないように保管をしていただいた方がいいと思います。もしこういうものがないよっていう場合は、ご自宅にある型紙だったりとかを筒に詰めていただいて、とにかく筒が倒れないように、潰れないようにしていただけるといいかなと思います。折れ目が入るとどうしてもシワっていうのは皮に残ってしまうものなので、変なところでこうへによって折れちゃうと、そこに不自然なシワができてしまったりしますので、そちらだけ気をつけてください。はい、ありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。普段ご自身がやられている保管方法が合ってるかどうか、ちょっとこの動画を見ていただいて、あ、こここうだな、ああだなって少しでも思っていただけたら嬉しいです。正しく保管をすることで靴とかレザー製品ってものすごく長く使っていただけますので、少しでも皆様のお役に立てていたらいいかなと思います。ありがとうございました。今回僕が監修をさせていただいた 97% 天然成分にこだわったレザーケア乳液のご紹介をすみませんさせていただきたいと思います。用途を広く使えるように靴だけじゃなくて、できれば革小物、ベルト、バッグとかにも使っていただけるように、柔らかい乳液タイプのレザーの栄養クリームになります。保湿クリームですね。使っているのがブドウツルエキスだったりとか、北海道の間引かれたエゾジカのオイルだったりとか、エシカルとかそういうところにもこだわって作ったものです。化粧品の企業さんと一緒にコラボして作らせていただいたんですけど、こんな感じですね。ワインのブドウに使うブドウの捨てられちゃう葉っぱとか、そういうものを再利用して環境により良いものをケアで実際楽しんでいただこうと思って作ったものになります。皮自体が食肉の副産品になるので、その副産品で作られた製品を他のものの副産品でケアをするっていう、ちょっと面白い試みかなと思います。もう本当に単純にこれを少し布にとってご自分の気になる製品にすり込んでいただくだけで全て完結するクリームになってますので、これからケアを始めたい方、誰かにこうプレゼントを考えている方、ぜひぜひここにアクセスしてご購入の方をお願いいたします。よろしくお願いします。強くこすると皮が傷んでしまうことがあるので、できれば表面を優しく粉出るように汚れを落としてください。基本的にシューケアで使うのは馬と豚のブラシになります。ここにあるのはごく一部で、だいたい60色から70色ぐらいクリーム出してますので。